はい、じゃあ今回はピックアンドロールの使い方っていうのの、まあ、僕なりの考え方っていうのを紹介したいと思います。で、まあ、ここにある青い彼がスクリーナーですスクリーンでこっちのミドル側からスクリーンかけてくれているっていう想定で、まあ、この赤いダミー君がディフェンスです。僕のディフェンスっていうふうに、まあ、想像してもらえたらなと思うんですけど、基本的にピックアンドロールを使うっていうことを考えたら、多分最初自分の中の表と裏の選択肢、最初の第一オプションっていうのがあったとしたら、こっち側を狙うっていうのを考えると思います。で、こっちを使うために自分のディフェンスをこうやって押し込んでこっち行くっていうのが結構多いと思うんですけど、まあ、僕がピック使う時っていうのは最初にほとんど狙ってるのはほとんどこっちですね。意識的に最初ピックって呼んどいて、これフェイクにしてこっちのリジェクトっていうんですかね、まあ、それを狙うことがすごい多いです。まあ、この感覚はオフボールの時にウイングでもらうのを最初にするか、バックカットを最初にするかっていう、まあ、その選択肢の違いでもあるんですけど、まあ、それともつながるんですけど、まあ、僕の中ではそのバックカットがオフボールでは表なんですね。最初に裏を狙う。で、それがダメだったからウイングでもらうっていうことを、まあ、最近ずっと話していますけど、それと同じ感覚でピックアンドロール使うときも基本的にピック呼ぶと、このディフェンス、自分のディフェンスはこの今インラインって言って自分とゴール結んだ線上にこのディフェンスはいるんですけど、ピックを呼んだ瞬間っていうのはこの選手はちょっとこっちに意識が行くんですよ。スタンス自体はだいたい多分ピックなのでこっち側にこうずれるんですけど、スタンスではなくて意識がこっちに一瞬向きます。こっちをファイトオーバーするかアンダーするかっていう意識になるので、その瞬間を狙ってピック呼んでこっちっていう感じで、そのタイミング外して抜くことが結構多いです。で、まあ、結局こっち側はこのショーディフェンス、スクリーナーの選手のディフェンスがバッて出てきて、まあ、ダブルチームされつつこうパス回したり、でこの選手を生かすっていうアウトナンバーの使い方になるんですけど、まあ、結構やっぱりそのドリブル技術が問われたり、チーム全体でそのフリーを作るっていうちゃんとした共有されているものがないと、まあ、強いチームだったらここでダブルチームされてしまう、まあ、ちょっと複雑なプレーになると思うんですよね。なので僕の中では第一オプションはリジェクトします。リジェクトを狙ってこっちを基本的にフェイクで考えて、この選手が早めに動き出す、もしくは意識がこっち側に向いている瞬間、まあ、これちなみにあの鼻鼻でっていう、まあ、よくあのディフェンスって三角形で、あのプレイブックとかだと表されたりすると思うんですけど、まあ、そんなイメージですね。まあ、ちょっと今日人が足りないので許してほしいですね、その辺は。で、まあ、このディフェンスの選手がこうちょっと意識とか体の向きがこっち側に向いた瞬間っていうのは基本的にこっちです。で、これを見せておくと、このディフェンスっていうのは早めに反応できなくなったり、意識的にちょっと遅れるんですよ、最初にその選択肢を見せておくと。で、そうするとどういう感じのディフェンスになるかっていうと、まず立ち位置がこの、まあ、いわゆるその正しい位置、自分とリング結んだ線上のインラインって呼ばれるこの線上にいるっていうのを、一般的にバスケットボールで正しい位置っていうふうに僕は定義しているんですけど、この位置にディフェンスがいたら、これはリジェクトっていうよりはこっち側扱うっていうことになるので、ここから初めてこっちに狙います。で、そうするとさっきみたいにこの選手を早めに反応できない、早めに反応したらもう自分の中では最初からこっち狙ってるんで、自分は抜けやすいんです。なのでこの選手はちょっと遅れてドリブルに対して後ろからついてくるっていう感じ、もしくは遅れてこっちにしたとっていう風になるので、まあ選択肢的にはそれがいいかなと思います。で、そのリジェクトを基本的に最初に狙うことの良さっていうのは、これバックカットと本当に全く一緒なんですけど、最初に
こっち使う方を考えて、ディフェンスが来たらリジェクトするっていう風な自分の中の順番、優先順位で考えていくと、どういう感じになるかというと、ピック使います、うわやばい止められたからこっち行くっていう感じで、ちょっとその後手になるんですよね。後手になるから自分のプレー的にも動き的にも切り返しがすごい難しくて、結構リジェクトが成功しないと思うんです。止められた、うわこっち行こうっていう選択肢の順番だと、このディフェンスは、まあ、してやったりっていう感じなんです。止めて、あ、はいはい、リジェクトねっていう感じになります。これはのバックカットでも全く一緒で、こっちにボールがあって、こっから僕がボールをこうやってハンドオフでもらいに行くっていうシチュエーションがあると思うんですけど、まあその時も一緒で、このディフェンスがいて、こっちを表、最初の選択肢としてもらいに行こうとした時にディナイが来るからバックカットしようっていう順番だと、これほとんど、まあ、結構難しいんです。まず動きがこんな感じなんで、こういう感じで、うわ止められたから行こうっていう感じになると、バックカットっていうのはあんまり効かないです。なので最近僕がバックカット表っていうことで、一番最初にまずはボールもらいに行くよりも先に、まずここでバックカット狙いましょうっていうことを話してるのは、そういう理由ですね。バックカットを最初に狙っておいて、これに反応するから裏の選択肢、次の選択肢でハンドオフでプレーが続けられるっていうのがあります。なのでこのピックアンドロールでも本当全く一緒です。全く一緒で、まあ、僕の中では最初にもうリジェクトをずっと狙って狙って狙って、あ、リジェクト止めに来ているな、正しい位置にいるなって思ったら使うっていう感じです。まあこれ本当になんか表と裏どっちでもいいじゃんっていう感じがするかもしれないんですけど、まあ、僕の中ではすごい大きな違いだと思ってて、こっちのリジェクトをフェイクにするか、これあくまでフェイクなんです。こっからこう使うっていうのはよくあるんですけど、これあくまでフェイクなので、こっちに行けないんです、この動きだと。まあこれは基本的な使い方の前段階として今一般的にあると思うので、それはそれで間違いとかそういう話ではないです。ただ表と裏どっちを先にするかっていう話で言うと、このピック使うがため使いたいから、こういうステップは今結構あるんですけど、これはこっちがフェイク、フェイクでしかないのでこっちに行けないんですよ。だから最初にリジェクトを狙うとしたら、僕の場合はどうやって使うかっていうと、まずクロスオーバーでこの瞬間を狙います。でこの時は、まあ、またドライブで話すんですけど、ここからこういうためとかあまり見せないようにして、クロスオーバーしている流れでこうやって狙います。まあこれをやるとディフェンスはちょっと反応しにくいので、この瞬間こうでタイミングをずらすっていうのが一つ狙い方ですかね。でまあもう一つは、まあ、さっきみたいにこうやってドリブルしていくんですけど、この時に、お尻をこう相手に向ける感じでこうやっていくと、ここから切り返すとしたらこういう切り返ししかなくなるので、まあ、僕は右手ドリブルついてピック使う時はこんな感じで真正面に向かいます。真正面向かって相手がこれに対して反応したら、こういうドリブル使います。これはクロスオーバー的にはこうではなくて、タイミングをちょっと早めてこういう感じでやると、ちょっとタイミングが早いので抜きやすいです。運んできてこうだんだんって感じですね。練習するとしたらこうっていうリズムでピックっていうのを狙います。で、まあ、3つ目は、この前ちょっと話したジャンプしながらバックビハインドするっていうので、ここで使おうとしてこうやってやります。まあ、これも、ピックアンドロールで、これは大
採用されやすいけど、これは結構その、まあ、うまくできるようになればタイミングがずらしやすいし、自分の振れ幅も大きいので抜きやすいかなと思います。まあ、これは僕もまだまだなので、これから練習していつでも出せるように練習していきたいなと思っています。はい、ということで、今回、まあ、ピックアンドロールの最初、まず自分が狙っている場所がどこかっていう話で、リジェクトです。スクリーンを使わない、スクリーンをフェイクにしてこっち行く、まあ、その考え方と、まあ、僕がいつもやってる動きのパターンっていうのを紹介させてもらったので、まずはバックカットが表と一緒でリジェクトが表っていう感覚でスクリーンっていうのを使っていくと、オンボールでも自分が先手を取りやすいかなというふうに思います。はい、じゃあまた続きは、別の動画でシュートとかこの駆け引きどういうふうに考えているのかっていうのを解説したいと思います。